こんにちは、速稼塾の久保です。私20代で起業したんで、そっからずっとね、肩書きが社長なんですよ。まあ、ですんでね、単純に比較はできないんですけども、知り合いからですね、今度昇進して次長になったんだよとかね、課長になるんだよとか、部長になったんだよっていうふうに誇らしく語られても、なんかピンとこないんですよね。で、私は出世がもうないんですよね、社長だから。まあ、言ってみれば、役職の中で一番簡単に手にできるのが社長なんじゃないかなと思うんですよ。そして興味深い数字なんですけども、興味深い数字としてね、日本人の平均給与で役職別給料っていうのがあるじゃないですか。例えば平社員だったらいくらとかね、課長、係長、部長だったらいくらとか、取締役だったらいくらみたいなのがありますけども、実はね、社長が一番給料が安いんですよ。多くの場合は社長っていうのは自分の会社の連帯保証に入ってますから、債務を抱えてる場合もあるんですよね。まあ、これが何を意味するかってことなんですけども、最終責任は当然ですけども社長にあるんですよね。となると、従業員がポカ休みしました、なんかの仕方がない事情で休日を取りました、まあ冠婚葬祭で連休を取りました、いろいろありますよね、シフトのこの交換とかで。どうしても人がいなくて、ここにね、欠員が出ますと、穴を埋められませんってなったら、いざとなったら社長がそこにポンと入ることがあるんですよね。そして会社で受けた損害っていうのは社長が負います。もちろん一番能力が高いのは社長です。それはまあ揺るぎないことだと思うんですよ。もちろん業種によっては作業のレベルは従業員の方が高いよっていうのがあるかもしれませんけども、トータルで見ると社長は全ての代わりができるんですけども、一社員っていうのはその部門のその作業しかできないんですよね。もちろん管轄する部下も違いますから、こっちの部長がこっちの部署に移ったからといってすぐに命令実行ができるわけではありません。ただ社長っていうのはどの部署にも睨みが効きますので、ものすごくね、使えるワイドカードみたいなもんなんですよ。つまりジョーカーみたいな感じですよね。でもいいことばっかりじゃないんですよ、実は。前回吉谷さんの放送で、社長は社員に使われるっていうのがありましたけども、まあ社長がね、そのグループの連帯保証になるっていうのはどういうことかっていうと、社員がサボるとその分のマイナス分っていうのは社長が被ることになるんですよ。社長の借金として、まあお金だけではないんですけどね、支払いっていうのは止まりません。毎月毎月業者なんか来ます。特に取引先の、まあ負債だったら待ってくれたりするんですけども、それ税金って待ってくんないんですよね。まあそのように支払いっていうのは全然止まらないんですよ。でも売上とか入金っていうのは場合によっては遅れることがあるんですよね。じゃあ従業員の給料、毎月給料日に入ってなかったら、どんなに成績が悪い社員でもクレーム言ってきますよね。でもお金の都合がつかなかったら、社長は自分の手取りがないばかりか、時にはね、自分が個人で借金をして会社に入金したりするんですよ。これ吉谷さんも結構経験したと思うんですけどね。私も経験しました。つまりこれがどういうことかっていうと、社員に搾取されてる状態なんですよ。そもそも社員一人一人が自分のノルマをきっちりこなせる、予算をきっちりと達成できる社員ばかりだったら、こんなことにはなんないんですよね。社員が自分の能力のなさや他の都合によって成績を出せないから、そのマイナス分を誰かが埋めてるんですよ。他の優秀な社員が埋めてる場合もありますけども、多くは最終的な責任者、社長が埋めるんですよね。それで帳尻を合わせてるんですよ。まあひどい話だと思いませんか、これは。社長がリスクを負って商売をして、毎月お金を支払う羽目になると。そして社員の不祥事はすでに会社の不祥事なんですよね。任命責任とかありますよね。とんでもないことですよね。だって任命責任なんてのを本当に追及されるんだったら、例えばね、 A っていう会社があって、B っていうライバル会社がありますよね。 A っていう会社の社員を B っていう会社にアルバイトで入らして、 B っていう会社の社員が、社員になり変わった A っていう会社の社員がね、バカッターとかやって、この B っていう会社を潰すこともできるわけですよ。まあですからね、商売ってやるものはね、結構弱い立場ですね。ちょっとしたクレーム一本とか、火のないところの噂一発で、急に風下になっちゃいますんで。だから非常に弱い立場だと言わざるを得ないかなと思います。昨今ね、1年とか2年飲食店がかなり逆風にさらされていたっていう例もありますけども、飲食店は真面目に経営していて何も悪くないんですよ。でそこで重大なクラスターが起きてるわけでもない。
でも誰かが適当に飲食店に原因があるんじゃないかなって言ったら、多くの国民は信じて、もしくは信じなくても、じゃあ飲食店行くのやめようかっていう雰囲気にはなりますよね。飲食店で真面目に働いている方があらぬ風評被害を受けて、中には首をくくったり油をかぶって自殺をされたかと思います。本当ひどい目に遭うんですよ。オーナーってのは最終的には死が待ってるんですよね。まあたまに上司のパワハラとかで亡くなっちゃうね従業員さんがいらっしゃいますけども、死亡率でいうと経営者の方が圧倒的に多いんですよ。そういう意味で言うと社長っていうのはいつ死ぬかわからない職業と言えるんじゃないかなと思うんですよね。いや怖いですよね。命を懸けるっていうのは本当に文字通り命を懸けている、それが社長なんじゃないかなと思います。まあもちろんね、こういう悩みを消すためには従業員を一人も雇わないっていう方法がありますんで、従業員を一人でも雇うってことはね、もうすでにその雇った従業員によって命を握られてると言えなくもないんですよね。吉田さんね、マジでそんな感じですよね。だってスタッフがね、みんな一人前の仕事をこなしてたら、吉田さんが帰れないから俺たちも帰れないじゃないですかとはならないんですよ。逆ですよ。従業員一人一人が自分の数字を出すためにいつまでもね残業して頑張ってくれてるから、社長が帰りにくいですよね。俺自分の仕事終わって予算達成したんだけど、社員のみんなはまだノルマ達成してないから頑張ってるな、ちょっと手伝おうかな、みんなが帰れないからさ、俺みんなの手伝うから早く終わらせようぜになるんですよね。逆ですよね。でも多くの従業員さんっていうのはそういうふうなリスクを負いたくないから、だから社長にならずに従業員としてどこの会社に入ろうかなと思ってると思うんですよ。これはね、別にね、どっちがいいとか悪いとかじゃないんですよ。立つところによって見えるものが違うと、立つところによって受ける風の量が違うってことなんですよね。それぞれの力量に合ったそんな働き方をすればいいのかなと思いますが、やっぱりね、社長っていうのはね、そのリスクを抱えても無限のチャンスがあるんで、私はねいいなと思いますね。社長っていうのは社内も見るし社外も見るわけですよ。でも従業員さんっていうのはなかなか社外を見るっていうことができないんですよね、でしかも従業員さんのほとんどはその仕事が大好きとかね、自分で考え出して作ったってものではなくて、単なる待遇が第一で、その後に自分のできることかなできないことかなって感じなんですよね。だから仕事自体に根本的な興味はないんですよね。もちろん瞬間的な興味は出てくると思いますけどね、まあそういうふうな分析ができますんで、どっちがいいとか悪いとかではないんですけども、自分の向いている立場に立った方がいいかなと思います。時にね、出世を嫌う人っているんですよ。平社員は責任もないし自由な暮らしができるから最低限の所得をもらえばこれでいいんだって方もいらっしゃいます。もちろんそういう方にはそういう立場が用意されてればいいなと思いますけども、成長発展を望まない社員ってどっかで切られちゃいますんでね。だからやっぱり常に上を目指していただいて、自分のスキルアップをしていただいて、抱えられる責任と、そして行使できる権限を広げていただきたいというのが社長の考えじゃないですかね。まあ、今回ね、社長の思考ということでね、ちょっとお話しましたけども、これ話すとまたね、長くなるんで、今回はこの辺にしときましょうか。社長の思考でございました。いってらっしゃい。